姫様、いかがなされました？あ、ああ、いえ、なんでもないわ。それにしてもレスター遅いわね。おそらく敵との交戦に手間取っているものと。そうよね、帝国がエルヴィンが相手だものね。敵だ、帝国が来たぞ。シェリー、無駄な抵抗はやめて降伏するんだ。レスターは、レスターはどうしたの？あっぱれな最後であった。レスター様、なおさら降伏はできないわ。私たちのために命を捨ててくれた人たちがいるというのに、私だけ降伏なんてできないわ。つまらぬ意地など捨ててしまうことだな。お主が死んで誰が喜ぶのだ？皇帝ベルンハルト。世はこの世界の平和を望んだがため、大陸統一を目指した。決して領地拡大や殺戮が目的ではないのだ。それがなぜわからん？我らが仲間を殺しておいて、よくもそんなことを。皇帝、覚悟しろ。無益なことを。やっぱり降伏なんてできない。あなたたちに従うなんて絶対にできない。たとえ死ぬことになっても。愚かな。バカだね。死んじまったら何にもならないじゃないか。無意味な戦いは避けたいが、しかし二人の巫女は取り戻さねばなるまい。そうだ、やはり戦うしかないのか。この程度の敵に世が出る必要もあるまい。エルヴィンよ、ここのことは任せたぞ。はっ。天空を巡る星をしよう。仕掛けないで。連中が登ってくるところを上から迎え撃てばいいわ。みんな頼んだわよ。まったく攻めにくいお城だな。そうか、ここは聖剣争奪戦争で伝えられる古の城、スインキャッスルか。聖剣争奪戦争、数百年前のラングリッサーを巡った戦いの話か。そうだ、ラングリッサーを求めバルディア城へ攻め込む、逆に滅ぼされたダルシス帝国。
その帝都のあった場所だ。そんなところへ光の末裔が逃げ込むとは皮肉なもんだね。本当はあなたたち帝国の方がお似合いなんでしょうけどね。ラングリッサーでこの世を我が物にしようとしたダルシス帝国のように。ドレンから聞いたことがある。時の皇帝ディゴスが大陸征服の野望に取りつかれ政権を求めた。しかしその結果ラングリッサーによって封印されていた魔の力を解放してしまったらしい。そのせいでこの世に魔物がはびこったのだと。一歩間違えばレイガルド帝国だってそうならんとは限らんぜ。大丈夫だと思う。魔族を滑るボーゼルは打ち倒したんだから。ボーゼルの悪しき波動が魔物を操っていたの。ほら今ではこんなに弱くなっている。私にはわかるの。とにかくこの城をあなたたちの墓標にしてあげるわ。小娘が我々をなめおって。どうやら今がチャンスみたいね。みんな一気に反撃するわよ。そろそろ出番のようだな。我が力の全てをかけて今こそ敵を撃つ。頑張ってね。油断は禁物よ。騎兵隊は側面から攻撃をかけて。お任せください。ここまでだ。
狭いから思うように進めないな。ん？なんだ？間に合ったか！みんな、どうしてここに？キレ！置いてきぼりはなしですよ。我々にもお手伝いさせてください。退役した兵ばかりですが、皆姫への忠誠まで捨てたわけではありませぬ。みんなありがとう。いつまでもいい気になるな。剣さは怠らん。我が剣の前に散る。これ以上、貴様らに仲間をやらせはしない！先へ進むのなら、抵抗する者は望むところよ。妹さんが見つかったのね。おめでとうくらいは言わせてもらうわ。ありがとうよ。どうだ、ついでに降伏しますって言ってみねえか。それとこれとは話が別よ。シェリー、やっぱりあなたには勝てなかったわね。でも最後まで戦ったから、キースたちも許してくれるかな。もういい、もう喋るな。シェリー、本当は
あなたのそばで戦っていたかった。私がガルザスの姫じゃなくて本当に風雷坊だったら迷わずついていけたのに。ごめんね、こんなこと言っちゃ迷惑だよね。でもね、私はあなたが。シェリー、惚れた男と殺し合うなんてバカだよ。それほど光の使命が大事だったのかい。もう少しで私もこうなるところだった。お兄ちゃんが迎えに来てくれなければ。光の末裔に生まれ、仲間に期待をかけられ、カルザスの姫に生まれたことも彼女の自由を奪っていたのだろう。そういえばシェリーはよく城を抜け出していたってキースさんが言ってたもんね。かわいそうな人。バカなんだよ。そんなもん全部捨てちまえばよかったのさ。彼女にはそれができなかったんだ。育児なしなんだよ。この最上階にジェシカ殿がいる。お前たちの気持ちもわかるが、いつまでもこうしてはおれんぞ。二人の巫女を連れ戻さんと、アルハザードは封印を解かれたままになってしまうからな。すまない、みんな。覚悟はしていたはずなのに。行くとするか、最後の戦いに。この手。